Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomoです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、道徳の授業について、あなたにお伝えをしたいというふうに思います。この日本においてですね、この道徳っていうこの教科がですね、小学校の頃からあると思うんですけど、この教科は実はですね、ある特殊な、事実があるんですね。はい。あなたはそれご存知だったでしょうか。はい。この道徳っていう授業、英語で言うと What's 道徳 in English? 道徳 in English is a moral studies. Moral studies っていうんですけど、 moral が道徳的な、 studies が学習とかですね、まあ、社会学だったら、まあ、社会だったらソーシャルスタディーズ、なんとかスタディーズでなんとか学って意味なんですけど、道徳学ですね、はい、moral studies、 これがなんで、じゃあどういうふうにこの、独特なのかってことをちょっとお伝えしたいんですけど、実はですね、この moral studies class っていうのは日本で、まあ、当たり前のようにこの小学校からですね、教えられているんですけど、人を殺しちゃいけないとかですね、これをしてはいけない、あれをしてはいけないとか、まあ、倫理学的なところとかエティクス ともすごく関わってるし、哲学的なフィロソフィカルスタディーズともすごく関わってるところだ、分野だと思うんですけども、要は人のしていいこととかあるべきことの、まあ、善悪ですよね、まあ、それを、まあ、基準になるものが道徳的な判断とかですね、考えとかって言われると思うんですけど、この道徳実はですね、これ世界中、まあ、200カ国以上ありますけど、僕が知ってる限りはですね、日本が唯一ですね、日本が唯一その道徳っていうクラスを、授業を、その学校教育の中で持っている、実は国なんですよね、はい。まあ、もしかしたらその道徳に似たような付随したような、まあ、倫理学とかっていう、まあ、学問はまあたくさんあるんですけど、まあ、似たようなそのクラスを展開している、まあ、国はあるかもしれません。ただ僕が知ってる限りでは、この道徳っていうのは、まあ、日本が唯一ですね、その学校教育の中に取り入れている実は国なんですよね、はい。Did you know that? 知ってましたか、はい。これ僕が実は、まあ、僕帰国子女でも何でもないんで、大学院に行って、まあ、アメリカとかカナダ、イギリス、3つ含めてですね、計8年半ぐらい、海外滞在をしていたんですけれども、仕事したり大学院行ったりとかですね、ですけど、やっぱりそういったその大学っていうそのアカデミックな機関の、学友、友達との話だったりとか、まあ、先生との話だったりとか、教授だったりですね、あるいはその仕事で、まあ、同僚との話し合い、まあ、僕の場合はその病院のチャペレンという仕事だったんですけど、まあ、同僚にはそのハーバード大卒した人とかですね、まあ、いろんなその、まあ、本当に頭の良い方、頭がいいっていうだけじゃなくてですね、まあ、一番大事なのはその心がある方たちだったりとか、人間的な人間だったんですけれども、まあ、そういったその人たちと関わる上でですね、やっぱりこう一番覚えているのは、その道徳っていう授業があるってことを、まあ、言ったらすごくびっくりするんですよね。そんな授業があるのっていう、そんな授業、まあ、もしその自分がね、そういう授業を子どもの頃に受けるんだったらぜひ受けてみたいと、すごく興味持ってくれるんですよね、うん。まあ、そのいろんなその国、アメリカに限らずですね、いろんな国の人にそういうことを、まあ、言うとですね、本当にその知らないっていう人が多くて、で、ああそうなんだ、それってすごいことだねって驚かれるんですよ、うん。じゃあそのモラリティとかモラルスタディーズ、まあ、ちょっと深、さらに言うと、まあ、ちょっと深い話なんですけど、このモラルスタディーズ、then what is moral studies? じゃあ道徳学って何なのって、何を勉強するのって、 we study what is right and what is wrong, right? 何がいいか何が悪いかっていうのを学びますよね、うん。じゃあその判断基準はどこにあるのとかって話になると、そこは今度さっきの哲学とかフィロソフィーとか神学、まあ、これは僕が専門としてはところなんですけど、theology とか divinity っていうんですけど、要はその神様、神様が例えば、まあ、いろんなその、まあ、神様がいるっていう人もいますよね。一神教なのか多神教なのかっていう、区分けもあるし、まあ、例えばキリスト教が信じる神様であるならば10回っていうのがあって、そこには人を殺してはいけないとか、その塔10個のですね、何々してはいけないっていうことがこう書かれているところがあるわけですよ、うん。なんかそういうところから実はその神学っていうその観点から見ると、実はですね、その神様が、その判断基準というのをそもそも本来は持っていて、そこから実は僕たち、私たち人間がそれをこう、まあ、解釈してですね、例えば人を殺しちゃいけないというのは、まあ、誰しも分かっている、いますよね、まあ、それは法律にものっとっているし、まあ、誰もが皆他人を殺しちゃいけないとむやみに、まあ、それは分かっているんだけども、じゃあそれはどうしてそういう考えがあるの
っていう疑問に、その意味論的なセマンティックスなところにもつながるんですけど、まあ、そこをですね、あの神学は答えている部分が多いですよね。だからそのさっき言った通り、すごく道徳学とその神学とかってすごく深いつながりがあるなって僕は思ってるんですけど、このでも道徳学ちょっと翻って、この道徳学っていうのを考えた時に、本当にその日本っていうのは杞憂な存在なんだってことをぜひですね、もしあなたがご存知ないならば知っていただきたいなって思うんですよね。で、僕がですね、小学校で英語講師として働いていた時に英語を教えていたんですけどね、道徳は教えてないんですけどまあでもその同僚の話を聞いて、例えば道徳を今どういうふうに教えてるのかとかですね、言った時に、やっぱりその、まあ、僕らともちろん同じ時ですね、僕が本当に83年生まれなんで、小学生の頃からずっと道徳ってあるんですけど、まあ、その時にももちろんそのいろんなケーススタディがあって、何がいい悪いとかって話をして、まあ、それもそれで良かったんですけど、ちょっと自己完結的になっちゃっていたところがあったんですよね。で、じゃあ今その学校教育ってどうなのって話なんですけど、まあ、少なくとも僕が、英語講師として小学校で働いていた、まあ、2年前とか1年前とかの話なんですけど、まあ、最近ですね、で言うと、まあ、少なくとも僕が働いていたところの、その同僚の話で言えば、ディスカッションをするんですよね。例えば何か物を読んで自己完結的になっちゃう、まあ、その古きその従来の日本的なその学びスタイルですよね。要は先生の言うことを聞いて、一方的にその自動的に聞いて、それをただ理解して、そしてまた暗記をすればいい子で点数が良いとか、まあ、そういうのじゃなくて、まあ、本当にそれこそ海外の学校的な対話スタイル、ディスカッションスタイルですよね。議論をして、グループ別に分かれて、そのテーマを持って、プロズ・アンド・コンズに分かれて、賛成反対派に分かれて、そしてその議論をするとそういうのこう面白いこのやり方を実はしているらしくて、なんかその例えば倫理観の問題だったりとか、道徳的な問題で、例えば人の命を救う救わないとか、安楽死の問題とか例えばありますよね、まあ、死刑の問題とか、まあ、中絶の問題とか、まあ、そういうちょっと深い話とかも、道徳では ではですね、そういうテーマを取り扱うので、まあ、いろんなテーマを取り扱うとは思うんですけれども、まあ、いかんせんその小学生なので、まあ、そんなにその、まあ、複雑なアカデミックすぎるそのテーマっていうのは、まあ、避けることが多いとは思うんですけど、でもですね、そういうその対話的なやり方に変遷してきたよってことをドルが言ってて、ああそうなんだ、すごいなって思ったんですよね。で、そういうやっぱりそのやり方を見てても、やっぱりまあ、その欧米のやり方が何でもかんでも良くて、日本のやり方が何でもかんでも悪いってわけでは全然ないと思うし、良し悪し全部トレードオフ、良し悪しだと思うんですけど、でもですね、僕が本当に感じたのは、道徳っていうのは本当に日本杞憂の本当に独特の、学問の一つであるってことが、本当に日本で生まれ育ったらそれが当たり前だと思っちゃうじゃないですか。僕もそうだったし、初めてその海外に出て、あ、道徳っていうのは海外ではそれは教えられてないんだな、だから例えば道徳的に崩壊してる人とか結構いるんですよ海外行って、道徳的に なんでこういう方をこの人はするんだろうとかね、なんでこういうことをこの人はするんだろうとか、まあ、人種差別のその動画、僕の動画結構上げてるんですけど、まあ、興味ある方はその動画もご覧いただきたいと思うんですけど、けれども人種差別シリーズとかですね、そういう、まあ、人を人とも思わないような言動をするようなことって、本当に道徳観が崩壊していると僕は思うんですよね。まあ、そういうことでも平気でする人の比率っていうのが、僕は海外って比較的多いなっていうふうに感じているんですよ。まあ、そのでも、まあ、ちょっと翻って言うと、その日本でやっぱり生まれ育っていることによって、まあ、それがあたかも当たり前に道徳を学ぶことだったりとか、道徳って何、道徳観って何っていうのをこう学ぶことが当たり前になってるんですけども、実はそれは当たり前じゃなくて、実は本当に他の先進諸国に比べて一歩も二歩もその道徳的倫理学的にこう進んだ教育を僕ら日本人っていうのは受けてるんだよ、だからそのすごく自信を持ってほしいだって思うんですよね。まあ、そういう学びをしてるんだよっていう、他のその民族というかですね、国の人たちと比べて、日本人というのは本当に道徳観というのをしっかり小さい頃からこう植え付けられてきている、まあ、いい意味でですね、人たちなんだってこと、あなたも僕も含めてですね、それをこう理解してほしいなって思ったんです。そしてまた、まあ、もう一つ重要なのは、それを、まあ、古来のですね、僕が
小学生だった時のようにただその受動的に学ぶんじゃなくて能動的にですねディスカッションしながら人とこう対話をすることによってやっぱこう練られていく部分があると思うんですよ。品性とかもそうだし考え方もそうだし行動もそうだしあなた自身のその人格もそうだしそういうのは本当にこう人との対話だったりとかまあその言葉だけじゃなくて、まあ、行動もそうだと思うんですけどもそういったその関わりの中で人との関わりの中で練られて磨かれていくものだと僕は思ってるのでそういう教育をその小学校の頃からですね小学校だけじゃなく中学校高校大学そしてまた社会人からになってもですねそういった議論しながらそしてまた人とその腹を割って話しながらですねその遂行していったりとか議論していくってことが本当に人格の形成にもつながるんだっていうことをぜひ覚えてほしいなって思うんですよね、うん、だから道徳的なこととか倫理的なこととか神学的な哲学的なことも含めてなんですけどぜひですね興味をもしない方はですね持っていただいてあるいはこの動画をその持つきっかけにしていただいてですねぜひ、周りの方と友達だったり同僚だったり家族だったり、まあ、家族が一番大事だと思うんで、まあ、家族の人たちとかとですねそういった道徳的な問題に関するそのトピック に関してはそのこう意図的に避けちゃうんじゃなくて、ぜひ、まあ、話し合っていただきたいなって思いますし大事な話とか、まあ、さっきのその大きなテーマですよね安楽死のことだったりとか死刑の問題だったりとか、うん、なんかそういうテーマを本当はまあ人間避けがちだと思うんですけど道徳的なことって本当に大事だと思うんで、うんまあ、特にその逆に言えば人生の中で道徳のに関する問題って避けられないと思うんですよね、うんまあ、どこかのポイントで必ず人って考えるんで どんな人でもですね、うん、なんでなんかそういう道徳って大事なんだなっていうのをこう、まあ、改めて思うきっかけにこの動画になればすごく嬉しいなというふうに思います、はい、今日はですね道徳の学びって何っていうようなテーマでですねお話をさせていただきました、この動画参考になったとかですねためになったなとか道徳もうちょっと学んでみようとか自分の周りの人とか子供とかにもこう教えてみようとか、思っていただけたらですね、ぜひ高評価そしてまたチャンネル登録をよろしくお願いします。僕のチャンネルでは普段はですね英語力を伸ばしたい方や自己成長したい方に向けて、動画を発信をしています。僕の動画をご覧いただくことであなたの英語力が伸びるだけじゃなくてあなたが将来海外で活躍をするために必要なスキルやマインドセットを身につけることができたりとかあるいは自己成長のために必要な考え方を身につけることができますのでよろしければですねチャンネル登録そして高評価をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。Thank you so much, guys, for watching. See you next time. May God bless you, your family, and your friends. Bye-bye.